聖書を持つ小山宗介葬式、小山宗介は、ホーリネス派の日本聖教会、函館聖教会の牧師補であった。和歌山県室郡田辺町高川本町に生まれる、大阪府の日本聖教会の大阪西野田教会にて、小出智春牧師から洗礼を受けた。献身するために、大阪美術学校を中退し、東京聖書学校に入学。聖書学校卒業後に、 北海道函館市の函館聖教会に日本聖教会の牧師補として赴任する。1941年1月、五穀神社の参拝を拒否したとして、函館の地域社会に密告され、憲兵隊に検挙された。1942年3月に行われた第一、後半の翌朝死亡したとして、家族に遺体が返却された。日本の警察の発表では、獄中で、 一死自殺したとされたが、遺体にひどい拷問の跡があったため、関係に拷問で殺されたとも言われている。第一公判の内容は不経済ということで、非公開であり、弁護士が立ち会ったかも不明である。遺体の引き渡し時、小山の世話をしていた看守は、いつも賛美歌を歌ったり、お祈りをしていましたよ、誠に、穏やかな人でしたのにと語ったとのことである。その後小山牧師補が、 巻き返していた教会はその後に閉鎖された。死去した時、大阪には、教会で知り合った彼の婚約者がいた。AB、ホーリネスバンドの奇跡リバイバルとキリスト教弾圧、ホーリネスバンド弾圧師観光会編、株式会社新教出版社、1983年9月30日。戦時史も、キリスト教の抵抗と挫折。ありがとうございます。